9月1日ってさ、お前ら何の日か分かる？実際。え？真面目に。もう聞いたことないです。いや、いや、ちょっと待って。え、気づいた？え、9月1日だよ。もしかして。うん。待てちゃんの日っすか？気づいた気づいたごめん、ちょっとね。あれだよ。ちょっと火が入ってますけど、大丈夫ですかこれ。味だよ、これ。え？これが味なんだよ、お前。俺もさっき聞かされたんですよ。じゃ、俺なら今知らない。逆によ。9月1日って言ったら、お前、待てちゃんの日って。分かるんだよ。え？ボロですか？じゃ飲んでないの逆に。いや、もう毎日。それは飲んでますけど、夏だからやっぱり。はい、その待てちゃんの日って知らないですよ。ああ、浅いね、やっぱり。僕レベルになると、もう9月1日にはもう、あれだよ、もう。マンションの上から俺待てちゃう。ファーン！迷惑っすね。これは迷惑ね。これカットで早めに。9月1日は、はい、待てちゃんの日ということでね。待てちゃんのさ、紹介、良さをさ、ちょっとお前ら2人でさ、視聴者の皆様に一回伝えて。いいよ、伝えて。いいっすか？うんうん。最近だ、最近なんで俺。まあ歴で言ったらここが一番、ね、もう岡田は知識だけはもう本当に知るやからじゃあ岡田に喋ってもらいますね。待ての、え、何を喋るんですか？え、待ての効能、効能、うん、効能はやっぱあれですよね。カフェインが入ってないっていうことがまず一つありますよね。入ってるんだよね。え、入ってるけど少ないんだよ。あ、そうなんですか、うん、だからカフェインの浮遊率っていうか、カフェインが入ってる飲み物の中でコーヒーとかやっぱお茶にも入ってるんだよ、はい、でもそれよりは少ないんだけど、その入ってる飲み物の中での栄養価がめちゃくちゃ高いんだよね。あ、そうですよね。そうですね。あ、俺言っちゃったよこっちが出しになってあの、なんつうのかな、葉っぱがこの葉だけと茎ありってあるんですよ。茎があるやつを飲むとちょっとなんか渋いんだよね。そうですね、えぐみというか、うん、ちょっと、はい、でもこれは普通のこうお茶に似てるかな。そうですよ ね普通の、はい、多分日本なんか市販で売ってる待て茶とも実際こうやって作って飲むと全然違いますよね。あ、まあ確かに。大まかにやると、なんかロースト待て茶とロースト待てとグリーン待てがあるらしいんですよ。でローストはブラジルの方だっけな、確か。でローストされてるやつよりはグリーンの方があの栄養価は高いらしい、多分ね。その分高いですよね。まあまあまあ、でもまあ向こうで買うとめっちゃ安いらしいよ。キロ500円とかですか？いや、めっちゃ安いよ。友達、アルゼンチン。あ、向こうで、うん、こっちでその値段、まあ倍ぐらいびっくりされました、ね、まあまあ、そうだよ、倍はするもんね。いや、基本的にサラダ食べなくなりましたね。うん、サラダ飲んでいた。で、問題発言じゃないですか？問題発言じゃないですか？今の話だけどえ、一番飲んでる人がコメント出てこないんですか？え、でも単純になんかこう水分はよく取るようになったので。家で、それありますよね。家で俺あんまりこう自分から水飲んだりとかあんまりしなかったんですけど、まあ、出たら飲み始めてからは結構水分多く取るようになったんで、まあ単純にいいかなと。僕と岡田は形から入りたかったんで、まずこの壺買い、そうですね、まて壺買いに行って、ボンビジョ行って、まず形から入りました。けどまあ単純にちょっとこう試し飲みしたいなと思う人は、なんかパックとかも、なんていうの、あるじゃん、はい、普通にパックとかも売ってますし、まあ、そこで一回試して好きだったら、まあ、こういうのチャレンジしてみてはどうかなとは思うんですけど、でもまあ言うてこういうのも2、3000円ぐらいから売ってるもん、はいはい、なんでまあそんな多分高いものではないので、まあ、チャレンジはしやすいのかなと。そしてまあ体にいいんで、水飲むんだったらじゃあ待てちゃう飲んだ方が体にはいいかなと思うので、そうですね、はい、やっぱこれ使ってもと全然雰囲気違いますよね。あ、マジ、はい、結構出てる、出てる、はい、そのあの湯出しもそうですけどどう出てるマジか、出てるのか、はい、やっぱこうこれ飲んだ方が味も違いますし落ち着くわ。なんであの形から入るのも僕らはそれでまあちゃんとやって、そうです、結構ハマっ、ずっと飲んでるので、はい、確かに、まあ、あの僕としてはまずこの形にもその意味があるというか、もちろん味もそうですけど、まあまあまあ、愛着湧くしね、はい、ずっとやると。でカイナとかなんか視聴者なんかあったりいや僕の入りは、まあ、キャンプの時に雄大君と同じ部屋で、
マジで俺きっかけだったの。それでもうすぐ欲しくなっちゃってアマゾンでポチりました。すぐあのキャンプ中に来てた、ね、キャンプ中に飲み始めたもんな。形からっすね。でも海外サッカーとか見てる方とかは多分よく見ると思うんで、あの南米の選手とかもよく飲んでますし、メッシかスアレスか雄大君か、いや違うカバーニか俺か。否定しろって。ああ面白いね。あんまり皆さんは多分こうお茶とかウーロン茶みたいな、ちょっとどっちか中国系のお茶だよね、がこう文化というか飲み物が多分日本はこう根付いてんのかなみたいなのがありますけど、結構マテ茶っていうのは栄養価高くて、これなんだっけこの飲み物、この器ボンビージャ、違う違う、これそれボンビージャ、あグアンパ、そうグアンパとボンビージャ、これを使って飲むのが向こうでのなんかこう、まあ、主流の飲み方、そうですね、うん、マイ、そうだね、マイガンパ、自分のソースクだよね、育てるっていう、ね、お店があるんですよね、うん、お店さんに、そうそうそう、うん、結構まあ行ってるお店もありますし、あの町田にも肘方園だっけな、はいはいはい、わかる、わかります、多分来ました、ね、そうそう、駅の近くの肘方園とかもいろんなお茶をこうやってて、そこにマテ茶も売ってますし、多分試飲もできると思うんで。まあ、興味のある方はぜひ一度お試しあれ、体にいいらしいので、いやいや、えー